本日は日清どん兵衛のカレーうどんを食べたいと思います。牛のうまみとダブルだし、鰹節昆布で美味しそうですね。ちょっと開けていきたいと思います。開けづらいですね。開けました。早速お湯を入れたいんですけど、粉末スープとハヤシですね。あ、これどうすればいいですかね。一応粉末スープ、火薬を入れて熱湯を入れるってことなんで、先に入れなきゃいけないですね。結構物によって違うんで危ないですよね。これは先に粉末スープを入れるタイプですね。お湯を入れる前に入れなきゃいけないんで、あれなんですよ。カレーのいい匂いしてきましたね、やっぱり。これだけでも美味しそうですね。で、火薬ですね。火薬を入れてと。で、ちょっとお湯を入れちゃいますね、早速。ちゃんと溶かしながらですね。大丈夫ですかね。ダマならないですかね。というところで、日清どん兵衛カレーうどんなんですけど、やっぱこのダブルの出汁っていうのもすごいですよね。いや、そもそもカレーに出汁っていう概念があるのかってところで、ちょっと新鮮ですよね。カレーうどんなのに、この牛の旨味とダブル出汁で、鰹節と昆布で、これ美味しそうですよね。一応材料とか見ていきたいんですけど、まあ、一応おなじみのあれですよね。カップ麺なんで、即席カップ麺で。まあ、油揚げ麺ですね、やっぱり。一応まあ、小麦粉とか入ってますね。で、一応植物油脂と食塩、植物性タンパク。あ、ちゃんと昆布エキスが麺にも入ってますね。昆布エキスと、ちょっと曇っちゃいましたね。昆布エキスと、大豆、食物繊維で糖類か。あれ、麺にはあれか、昆布エキスしか入ってないですね。鰹節が麺に入ってない、ちょっと意外ですね。で、まあ、スープになって、こちら、まあ、糖類が上っていうのもちょっと残念ですけどね。一番スープで糖類が多いっていうのもちょっとあれですけど、甘いってことですかね。まあ、しょうがないんですけど。で、まあ、カレー粉と食塩、小麦粉、魚粉。あ、どこでこの魚粉が来るんですね。これが鰹節ですかね、多分。で、酵母エキス、鰹節。あれ、魚粉と鰹節違うんですね。別の魚が入ってそうですね、この。で、鰹節が後に入ってきて、そこですね。鰹節調味料で、香味調味油、調味料で、ビーフ調味料ですね。で、昆布粉末、あ、まあ、麺にも入ってて、この位置に昆布粉末が入ってるでますね。で、あと、まあ、香辛料ってところで、酵母エキスも入ってるんですね。ここですね。で、香辛料、タンパク加水分解物ですね。まあ、おなじみのってところですけど。で、火薬の方は、大豆タンパク加工品か。まあ、肉じゃないんですね。まあ、牛肉って言ってるからちょっと肉を期待したんですけど、肉ですらなかったですね。大豆タンパク加水加工品ってところなんで、まあ、偽物っちゃ偽物ですけど、まあ、しょうがないですよね。で、まあ、味付け油揚げで、まあ、人参ですね。ネギっていうところで。まあ、人参ネギはオーソドックスですよね。まあ、ちょっと写真通りになるのかって話ですけど、まあ、確かに、まあ、この肉っぽいのが大豆なんですね、きっと。で、油揚げも入ってて、うん、油揚げも大豆ですからね。結局豆腐を揚げたやつなんで、大豆尽くしですね。まあ、しょうがないですよね、この辺りは。まあ、レトルトの限界というとあれですけど、
カップ麺の限界ですからね。まあ、値段も考えるとしょうがないんですよね、多分。まあ、これで美味しかったらいいんですよ、ちゃんと。いや、味が結構、まあ、残念な感じになっちゃうんで。まあ、でもまあ、どん兵衛だからしょうがないですかね。そんなに高級品ってもんではないんで、結構手頃な価格帯なんでですね。一応まあ、長いですけど。まあ、この辺りはしょうがないですよね。だから逆に肉なしなんですね、きっと。まあ、魚とか入ってますけどね。あ、そうですね。肉ないんですね、これ。あと、ビーフ調味料が入ってるのか。まあ、見える形ではないってことですかね。というところで。まあ、カロリーとかどうですかね。結構多いんですかね。ちょっと見づらいですけど、角度的に。角度的に見づらいですね。ちょっと上げてですね。一応、まあ、熱量的には382キロカロリーなんで、そんなんでもないのと、まあ、食塩も5.7なんで、まあ、カップラーメンってカップラーメンの、あれですね、まあ、カップうどんですけど、っていいとこですかね。まあ、まずまずってところで、いいと思うんですけど、まあ、そうこうしているうちに5分経ったんで、食べていきたいと思います。これはやっぱ美味しそうですね。なんか、やっぱり人参が効いてて、ちゃんと色とりどりですよね、やっぱり。どん兵衛ですけど。混ぜてですね。一応まあ、粉末スーパー入れたんですけど、ダマになったら味が偏っちゃいますからね。よく混ぜないと。まあ、ちゃんとカレーっぽいですよね、本当に。これ結構美味しそうですね。まあ、ちゃんとダブルの出汁がどんな風に効いてるかですね、問題は。ダマになってるかな。あれですけど、やっぱちょっとダマなりない感じですね。やっぱスープだとしょうがないですよね。スープというか、粉末スープだと。どうしても偏っちゃうというか。まあ、ちゃんと混ぜればいいんですけどね。というところで。大体こんなもんですかね。じゃあ、この、どん兵衛のカレーうどんをいただきたいと思います。まあ、普通に美味しいですね。まあ、安定のどん兵衛ですね。美味しいですよ。だしがガツンって効いてるかというとそうでもないんですけど、やっぱ歯切れない感じでだしが効いてますね。どうしてもカレーなんでだしが混じっちゃってるんですよね。まあ、でもほのかに香るんで美味しいですよ。やっぱりカレーは外れないですね。美味しいですよ。まあ、辛さもちょうど普通ほどいいぐらいって感じですね。万人受けする辛さなんで、もう一個欲しいぐらいなんですけど、まあ、これはこれでいいですよね。やっぱり美味しいですね。やっぱカレーなんで。外れがないって感じですけど。まあ、肉がないって、肉というか、大豆のあれがない。肉風味のやつ。あったと、これが。これですね。肉もどきですね。
あ、まあ、結構レベル高いですね、やっぱり肉もどきでも。ガンもどきぐらいレベル高いと思いますよ。まあ、ちょっとガンもどきよりレベル高いかもしれないですね。美味しいですね。この肉もどきもカップ麺だったら全然許せる範囲ですね。はじめ大豆っていう話だったのちょっとあれと思ったんですけど、普通に美味しいですね。まがいもの感は言いますけど、なかなかクオリティは高いですね。肉もどきも、まあ、こんなもんですよね、多分。実際、まあ、カレーに入ってる肉なんて、わかんないってあれですけど、まあ、カップ麺ってもあんで、いいんですけどね。まあ、結構進化しましたね、やっぱり。もう大豆肉もですね。やっぱりスープも美味しいですね、やっぱり。まあ、だしが効いてるのもあるかもしれないですけど、やっぱりカレーに深みがありますね、やっぱりカレーの味にですね。これがダブルのだしの力なんですかね、やっぱり。美味しいですね、やっぱり。 やっぱどうしてもカップ麺だと安っぽい味になっちゃうんですけど、やっぱだしのおかげか、やっぱ深みがあるんで、もうつゆ全部飲んじゃいますね、これは。なんか普通に美味しかったですね。いや、まあ、肉もどきはどうかと思いましたけど、で、ザリですね、カップ麺としてはですね、どん兵衛としてはまだ許せる範囲ですね、というところで。本日は日清のどん兵衛、カレーうどんをいただきました。美味しかったですね。以上でした。ご視聴ありがとうございました。